選手団入場。選手の皆様はこの場でお座りください。黙祷。ただいまから第10回佐賀県身体障害者スポーツ大会を開会いたします。皆さん楽しく、頑張ってください。以上です。私はこれからの障害者スポーツの在り方は障害者の方だけが集まってやるというところから本当にみんなが入り混じってやるミックスされた姿に変わっていくんだろうと思っています。ぜひともこれからいつか障害のある方もない方も一緒になってスポーツを楽しむことができるようなそういう地域を社会を作っていきたいと思います。今日の一日皆さんにとって先生、我々選手一同はチャレンジ精神を高め精一杯競技することを誓います。平成23年5月15日、嬉野特別支援学校高等部1年、池田誠、